情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想なんか書いていただけると嬉しいです。今日ね、ロシア経済終わる日ということでね、まあまあフルボッコに、早くもなっていると、ニュースをお届けしたいなと思います。まずね、ロシアの通貨ルーブルですけれども、もうこれ記事がもう出てますね。はい、ロシアルーブルはですね、一時、1ドル120ルーブルぐらいまでつけまして、前週末に比べてですね、30% ぐらいの大暴落、あ、40% ぐらいか。40% ぐらい一回下がった後、ちょっと持ち直してですね、今まあ前週末比、マイナス 30% ぐらいのところで推移しているということです。で、現時点でですね、モスクワの株式市場オープンできないということで、現地時間の3時までもう開かないことが決定したと今ね、ニュースが出てましたね。はい、もうロシアの株式市場終了ですかね、これでね。はい、それからあとニュースね、あ、これちょっと一応読んどくとですね、モスクワの、証券取引所は、予定通りには開きませんと、午後3時まで、最低でも午後3時までは、開かないことが決定したという速報が、ついですね、1時間ほど前に入ってきております。それからですね、これですね、ロイターのニュースですけれども、ロシア市民 ATM に長蛇の列、欧米制裁で現金不足に懸念というニュースが出ております。で、このスイフトからね、排除されるということが決まってですね、みんな、並んでるということで、こんなね、サンクトペテルグルームブルグに住むピョートルさんのね、声を拾っております、ロイターが。24日以降、みんな ATM を走り回って現金を引き出そうとしている。ラッキーな人は引き出せているし、思うほど引き出せていない人もいると、いうことです。まあ、これ、まあ、現金ね、ぐらいしかもう使えないでしょう。口座にあるお金はだってほぼ、紙くず同然というかもう引き出せなくなってしまう可能性もありますからね。はい。だから、その現金の現物だけが頼りなんですよ。ただ、その現金の現物だけってことになると、口座にあるお金の量と比べてね、現金の現物ってやっぱ数が少ないですから、量が少ないですから、ロシア経済はものすごいデフレ圧力がかかって、もうこれ大変なことなんじゃないかなと、いうふうには思っております。はい。で、まあ、これからですね、ロシアの、まあ、モスクワ市場が開くんですけれども、為替はどうすんだろうね、取引すんのかね、まあ、モスクワ市場開かなくても、多分ロンドンとかニューヨークでも、ルーブルは取引はできるはずなので、まあ、そこで売り崩されて終わるかなと。なぜこんなことになってるかというとですね、中央銀行の外貨準備へのアクセスをね、遮断しちゃったんですよ。簡単に言うと中央銀行を制裁加えちゃったのね、ロシアの中央銀行にね。で、加えるっていうか、まあ、まだ加えてないんですけど、加えるって表明したんですよ。で、表明しただけでこのインパクトなんで、実際に止めたらもう大変なことになるんじゃないかなと、いうことです。で、ちなみにですね、日本なんですけど、日経新聞にこんな記事出てました。ロシア中銀への制裁、G7 と連携、日本も参加検討ということでね。すでに今欧米が表明している、ロシア中央銀行への制裁について、これね、財務官ですね、神田、正人財務官はですね、G7 と連携しながら適切に対応していくと、いうふうに述べたそうです。で、G7 はですね、3月1日、明日ですね、財務省中央銀行総裁会議をやると。で、ロシア向けの制裁について足並みを揃え、段階的に強めていく方策も、検討される、議論される見通しだということなんで、まあ、ここに行って、まあ、多分、乗り遅れずにやってくれるんでしょう。そう期待したいなと思います。で、この記事によるとですね、ロシア中金が持つ外貨準備を動かせないようにすれば、ロシアは通貨ルーブルを為替介入って防衛することは困難になると。まあ、現時点でもうほぼ困難になってます。なんでかっていうと、これがもうできないんじゃないのって読みでもう投機筋がバーって売ってるからね。為替って予想だけで動いちゃうんで。もうこれやるんじゃねえのって出た瞬間にもう売られちゃうんですよ。はい。で、まあ、為替介入ができなくなるでしょうと。で、武力による現状変更に乗り出すロシアに対して、経済、金融面で結束して対峙する必要を示す効果が期待できるという。まあ、これはかなり厳しい、制裁になるでしょうね。まあ、スイフトからの締め出しと同時に、中央銀行のね、外貨準備へのアクセスをね、これね、止めてしまうと、いうこの二つね、もうダブルパンチで、さらにね、ロシアの金融機関、民間の金融機関一個一個も、ね、これからまあ、サスペンド。まあ、もうすでにやってますけどね、サスペンドしていくわけですよね。で、そういうのをまあ、やられると結構厳しいんじゃないかと。で、抜け道といってもね、例えばじゃあ、ドイツの銀行を使えば抜け道になるじゃないかとかいう人いるんですけど、ドイツの銀行を使ってるっていうことが分かったら、それも制裁されるから。ね、簡単に言うとね。で、さらに言うと、じゃあどうやって送金指示するのよ、スイフト使わないでって話ですよね。
ええ。まあ、信頼できる何か回線を確保して、インターネットでやるんですかね。まあ、やるかもしれないですけど、そういうのもだって、ハッキングされたりとかするかもしれないしね。SWIFT ほど信頼できる、通信ネットワークってないですから。まあ、チャイナの CIPS 使うんですか？まあ、使ってもいいですけど、まあ、それ信じるのっていう話ですよね。はい。まあまあ、そういうことですので、今回はですね、金融制裁かなり効いてるなと。で、まあ、ロシアでですね、まあ、このまま行くと、まあ、普通に考えてですよ。論理的規則としては、普通に考えたら取り付け騒ぎが起こります。まあ、今日中にでも早ければ起こるんじゃないですか。で、取り付け騒ぎが起こるとですね、まあ、いわゆる金融システムがメルトダウンというやつですよ。その、まあ、預金が全部吹っ飛ぶし、ね。まあ、借りてる人は全部帳消しになるかもしれないけど、ね。まあ、そういうことでもう、ぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよね。その、まあ、契約社会の根幹をなすですね、この銀行口座というものが、まあ、基本的には使えなくなってしまって、現金だけの、そういう経済に一気に縮小するということなので、これものすごい痛みを伴うね、非常に厳しい制裁です。で、これね、おそらくチャイナもね、見てると思うんですよね。ロシアがこんなひどい目に遭ってるっていうのを。で、これを見てですね、まあ、果たしてね、まあ、その、ウクライナ侵攻を見て台湾侵攻するのかというね、こういう、まあ、単純な、議論が、まあ、今ね、なってますけれども、まあ、そんな簡単にはいかねえんじゃないかな、というふうに思います。で、これからですね、まあ、実行、段階に入りますよね。スウィフトの締め立ちも、まあ、数日以内。で、それから明日の、まあ、おそらく、中央銀行、財務省、ね、財務大臣、の会議で、まあ、おそらく、その、中央銀行、ロシアの中央銀行に対する、この制裁っていうものも決まっていくと、まあ、今週中にですね、かなり大きな方向性が出ると。まあ、それをまあ、市場の方は先に織り込んでですね、ロシアの、まあ、この通貨にね、まずは投機アタックと。で、この次おそらく売られるのは、まあ、株なんですけど、株はとりあえず、やばいと思って、市場を閉じました。でも、市場を閉じちゃうとですね、これやばいんですよ。開いた時にまたね、もう鬼のように売り浴びせられますもんね。で、あとね、もう一個あるのはね、ロシアの国債、これルーブルっていう通貨と、まあ、ほぼほぼイコールですから、これも、まあ、基本的には売られてですね、まあ、で、そもそもロシアの国債って今もう、なんていうんですか、取引がそもそもできんのかみたいな問題にもなってますよね。取引できないってことは、これ価値ゼロってことですからね。だからもうロシア資金調達もできないし、貯金も使えないと。ね、こういうのを見越して、外貨準備溜め込んでんだって言ってるんですけど、その溜め込んだ外貨準備にアクセスできないというですね、もう究極の攻撃を食らってるので、これ持たねえんじゃねえかなと普通は思うんですが、ここでですよ。ね、これに対してですね、プーチンが何を今やろうとしてるかというと、核による恫喝をやろうとしているというね、非常に恐ろしい話がね、今日もニュースで出てますよね。はい。まあ、核戦力についてね、緊急事態モードだみたいなことを言って、プーチンが命令を下したっていうふうにやってますけど、要はあれは核戦争に備えろと。核戦争やるぞみたいなね。そういう脅しなんですね。まあ、だから逆にプーチンがもう核戦争を決断するかもしれないぐらいに、このまあ、金融制裁が効いてて追い詰められてると。いうことです。まあ、もともとね、その、核戦争へのエスカレーションっていうのは、例えば、ソ連っていうか、ロシアがね、まあ、自国領内までね、敵に入られて負けそうになった時は核使うぞって、まあ、ずっと言ってたんですよ。核ドクトリンっていうのがあってね。で、それが、まあ、要はその、戦争以外の、ね、物理的な戦争以外の場面でも、例えば、経済制裁がものすごい効いちゃった時も、ね、ロシアがですね、核使うぞ、だから経済制裁やめろみたいなことを言ってくる可能性っていうのはあるわけですよね。これ本格的に核の恫喝でですね、スウェーデンから排除するんじゃねえとか言ってきた時にね、果たして西側結束して対応できるかどうかと。ここすごいポイントになると思うんで、このプーチンのね、核による恫喝にね、負けずにですね、自由とね、自由で開かれた社会、守れるかどうか、我々本当にね、今、岐路に立っていると、いうことでございます。まあこういうの見るにつけね、まあ昨日安倍さんがね、言いましたけど、米軍との核シェアリングね、日本も核戦力を持つということはやっぱこれ大事になってくるんじゃない？核による恫喝を食らってもですね、やるもんやってみろと、お前らも痛い目に遭うぞって言えば向こうも思いとどまるでしょ。向こうに思いとどまらせるためにはさ、何も武装しないじゃダメなんだよ。ね。武装しなかったら向こうにいいようにやられちゃうの。チベットとかウイグルとか香港見てみ、ああいう風になっちゃうから。ね。ならないようにするには、うって向こうに、あ、どうしようかなって考えさせるには、お前らだってただじゃ済まないぞっていうやっぱね、力、打撃力を持つ必要があります。まあそういうね、打撃力は非常に強い力ですから、ね、ちゃんと安全管理してますよという意味で、日米同盟の枠内でやってるっていうことをね、世界に示せば、誰も反対しないと思いますので、まあそういったこともですね、具体的に検討していく時期に入ってしまったなと。もう本当にね、覚醒の感がありますね。私がね、小学生ぐらいの時とかね。はい。ということで、まあ今回、憲法90が無力だということはね、左翼の皆さんも思い知ったと思います。だからといってですね、プーチンのような蛮勇も大変危険だということもですね、右の皆さんもね、思い知ったと思うんでね、我々はリアリズム、現実路線でいきたいなと、いうふうに思っております。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。